こんにちは、ペイジャンです。稲妻イレブンゴーストライカーズ2013物質モードの方、今回もやっていきたいと思います。今回はこちら、はい、ゼロと戦っていきます。お、白龍じゃないのね、やっていきます。はい、ということで、フォーメーションはこんな感じでいきたいと思います。あ、相手が、まあ、ゼロってことで、はい、マテグリフォン、ソードオブファイア、久しぶりにね、今回使っていきたいというふうに思っております。で、その相手のゼロなんですけど、俺ね、てっきりね、その聖騎士朝使ってくるかと思ったらね、まあ、使わないみたいなんですよね。ホワイトブレスと魔王の斧ってことで。まあ、そこちょっと残念だなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、まあ、それは自力で打てってことでしょうね。ってことで、やっていきましょう。おい、ゴッドエデンスタジアムです。試合開始だ。さあ、やっていきますか。はい、どちらに微笑むのでしょうか。とりあえずパスを回してね。サンシャインフォースも使いたいんだけど、俺あのその革命選抜とやった時にパンサーブリザードの姿を見ることができなかったので、それ打ちたいなというふうには思っておりますけれども、まあ、簡単に勝てる相手ではないんでね。相手もね、壁山はやばい。ちょディフェンダーがいない。進路が止めていく。あ、やばいやばいやばい。これ何の技だ。ファウンドフレーム。多分ゴッドハンドいけるだろ。エンドだ。オッケーオッケー。やっぱエンド強いわ。とりあえず、ああ、やっぱグリフォン使いたいよね、久しぶりにね。行くよ、行くよ、よし。両者とも一歩も譲らない。よし、来い、振動、振動が来れば、振動が、振動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 、ノルマ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 、来た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 。もうちょっと行く。ああ、くっそ、くっそ。うわあ、振動が遅いからそうなんね。いや、ちょっと待って、これすぐ奪い返せば。通さないよ。アトランティスウォール止めていく。天魔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 いないか。あー、いるわ。よし、しゃあないしゃあない。ちょっと待ってね、今スライディングラッシュだったけど許してね。行くぞ、行くよ。あ、ちょっと待って、あー、まあいいや。今ホワイトブレスの姿を拝見しようかなと思ったんですけど、まあいいや。ちょ、来いよ来いよ。振動と剣来いよ。来た。さあ、グリフォン打ってやりましょう。究極の絆グリフォン再現しましょう。いきますよ、究極の絆グリフォン。サーペントファングだっけ。オッケー、グリフォン、グリフォン、グリフォン。先制点が決まった。オッケーオッケー。ゼロのキックオフで試合再開です。ちょっと白龍のあれ見たいんだよな。ちょっと奪わせてみるか。オッケー。ちょっと化身見たいんだよ俺。ホワイトブレス見たいんだよね俺。ちょっと打ってくれ、打ってくれ、打ってくれ。このさ、白龍のさ、シャイニングドラゴン発動させてる時のドリブルが、映画の時めっちゃ面白かったんだけど、わかるかな、通じるかな。ちょっと見たこと、その映画見た人ならわかると思うんだけど、あの横滑りする感じ。おお、やばいやばい、嘘嘘嘘嘘。ゴッドキャッチが初めて破られた。あ、ゼロ半端ねえわ、ゼロ半端ねえ。あ、マジか。あ、でもそっか、確かに属性負けてるから仕方ない分もあるのか。なるほど、そうかそうか、そっか、白龍風属性だからね。そうなるな。バックスペース。ほうほう、まあでもこれ以上の失点はないように、もう白龍にはボールを渡さないようにやっていきたいと思いますけども、5インチが溜まっている。溜まりそう。2、あー、くっそ、あー、違う違う、なんでキーパーの方に行ったんだ俺。
あ、くそクレイジーサンライトか。でもキーパーそのゼロのキーパーそんな強い印象はないので、強いシュートさえ打てればいけると思う。ってことで来い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 行け。さあ白龍、白龍じゃなかった、はい太陽、アポロ、サンシャインホースで決めてありますわ。このシュート俺大好きなんだけど、俺さ化身の中でさアポロが本当にね大好きな方、多分1、2を争うぐらい好きなんだよ。オッケー決めていく、勝つのは僕だね。ゼロのキックオフで試合再開です。太陽もその病を乗り越えてね、ちょっとあのシューだったら多分コートキャッチでも止めれると思うんだ、魔王のものね。うわヒーロータイム長くない、よし行くぞ。前半終了目前、行くぞ。こっちが入れ替えしてありますわ。ちょ雪村、雪村、雪村、雪村どこだっけ。あれ雪村どこだ、俺ファンサーブリザード打ちたいんだけど。これ何の技だ、あデスドロップ、ほーん剣の技じゃん。シュートブロック、シュートブロック、ああおーなんで入らないねシュートブロック、あなんかシュートブロックが異様に決まらないよね俺のチーム。ほい、あーくそ、オッケー、あ雪村溜まってる、パンサーブリザード打ちたい打ちたい打ちたい、打つぞ。あーこれこれこの技好き、そうウルフレジェンドとパンサーブリザードって感じだよね。お破っていく、しかも3131、これが俺の力だ。オッケーオッケー、自分自身の技ですよねこれがね。そのあとはもうどんどん点を取ってやりましょう。行くぜ、よし、オッケーオッケー、行ってくれ行ってくれ行ってくれ、いやー多分前半終了しちゃうかな、シュート打つ前に。ああそうだね、3131、あのシューも見たいんだ俺、シューも、はい、後半も同じ感じでいきたいと思います。さあ後半戦始まりました、やっていきましょう。シューのその魔王の斧も拝見したい、全力で戦い勝利を。あくそこれ何消し打つんだ、鉄拳ナイト、ナイト、これ何の技だ、ギャロップバスター。やべ俺この技ちょっと知らないかも、どうだったっけ、ゴッドキャッチで飛びますけども、やばい俺ちょっとこの技記憶にないな。止めていく、アーチあれか、ちょっとボール出すか、ボール出すわ、はいちょっとせこいけどな、試合再開です。ちょシュー溜まってる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 、あーよーい、おい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 、シュー溜まってるよ、ちょ打ってくれ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 、頼む頼む、きた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 、俺この魔王の斧も好きなんだよね。漆黒の闇って感じ、あーシュートブロックが入らない、エンドの TP がちょっと危ないな。でもその時のために今回あの三国さんも言ってますんで止めていく。やっぱあの白龍に得点許したのはやっぱ属性だね、どう考えてもね、あーくそ、行きますか、あっちにばっか消し打たせてたのもね面白くないんで、こっちも消し打ちますよ。
ランスロット、ロストエンジェルね。ね、やっぱライバルの白龍が決めたならこの剣も決めないといけないでしょう。 OK 決めていく。 4-1-4-1 OKOK、 ちょっと待って、あ、白龍また、ちょっと白龍はまずい、白龍はまずい。あーでもレベル3か。ホワイトハリケーン、あ、あったあった、これあったあった。シュートブロック、シュートブロック入らないとまずい、入らない。あーこれは、あーもうゴッドハンドしか出せないならノーマルキャッチで、うん、しゃあないしゃあない、これはもうしゃあないわ。うん、あのシュートを阻止できなかった時点でもうゴール決まってたわ。多分ゴッドキャッチでもちょっと微妙だったからしゃあないしゃあない、あれはしゃあないですね。白龍強いな、やっぱ俺白龍欲しいわ。白龍と柊は絶対やりますよ、絶対どっかであのソードエクスカリバーやりますよ。なります。ゴエンジ、ゴエンジ、ただね、取られたら取り返すですから。サンライト、サンライト、オッケー、こっちもクレジーサンライト持ってんだよってことで。来た、こい、剣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 、来たー。このコンビ大好き、ワイヤートルネードダブルドライブ、行ってくれ、行ってくれよ。お、止められた、止められたよ。いや俺決まったと思ったよ俺今ね。練習の成果を見せろ。ちょっと天魔さあ、クレイジーサンライト、こいつもサンライトか。どんだけクレイジーなサンライトなんだ。何言ってんだ俺。ちょっと天魔、天魔、あーくっそ、キーパー止めた、無駄だ、行くぜ、行くぞ、行くよ。テンマたまらないかな。そうそう、あっちも使ってきたか。あ、白龍早い、白龍早い、これたまったらまずい、たまったらまずいけど多分たまらない。テンマ、テンマ、テンマ、あっちょ待って、あっこっちも実はテンマのドリブル技変えたんすよ。こっちこっち、天魔最初の化身ね。ってことでこの天魔は、うん、あとね、グリフォンもあとジャスティスウィングも打てるという、ということで、うん、天魔は3つ化身持ってる状態です今ね。化身コレクター天魔、あー化身ドリブラーだかこれは、あ、違うわ、メロディーウェーブ、さあ止めれるか、やばいやばい、なんか得点不足だね、うん、小暮、この大人のさ、ゴーデの小暮ってさサラリーマンなんだよね。そういえばね、すごいもう一気に成長したというか、あの GO のメンバーの中でさ一番その成長を感じたのが俺小暮なんだよね。あのいたずら好きがあんなになるっていうのは俺の中でもちょっとびっくりしましたけども、一番そのギャップがあるというか、クレイジーサンライト、このディフェンダーたちクレイジーサンライトしか打ってこないんだけど、ちょっとしゃあないしゃあないしゃあない、これしゃあない、今のはしゃあない、すいませんね、スライディング、いきます。さあ振動もね、ちょっと今回化身で、確かこのハーモニクスさ1得点このシリーズでさ1点も入ってない記憶があるんで、うん、これで初得点といきましょうや。
さあ、はい、っけ、いったいった、もうダメ押しの5点目ね。オーケーオーケー、ゼロのキックオフで試合、これでもう勝負あり。さあ追いつけるか。ちょちょちょ、あー最後にダブルドライブ打ちたかったけど、まあいいでしょう。5対2です。いや白龍強いね。おお、うん、ってことで、はい、ゼロ撃破ということで、これで、5完全制覇か。次は、次からもうクロノストーン入ってきますね、これでね。早いね。やばいな、もうキャラバン終わりに近づいてるよ。おう、お、シュウノミさんがゲット。お、キリノが覚醒して何の技をゲットした。ディープミスト、あ、化身アームドね。ということで、はい、倒していきました。オッケー、カチカチ。そうそう、ゼロの選手スカウトできるようになったんで、うん、次回がテンマーズか、うん、来週のまたあの金土日19時更新で、テンマーズと、多分プロトコルオメガとか、まあそういうあたりになるんじゃないでしょうか。で、今回ゼロ倒して、まあ、スカウトできるようになったんで、1回は聖騎士アーサーちょっと使いたいなというふうに思っております。ちょ、来週あのミキシマックスできるようになればいいよねって感じで、今回ここまでです。来週もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。